禅宗曹洞宗において修行の中心となる座禅。ただひたすら座る止観多座、ただ座ることに徹底する。目的のための手段とする座禅ではなく、座禅が仏であることを信じて座る。静寂が辺りを包み、時が静寂の中に溶け込んでいく。訪れる者も耳を澄ませば、そこに禅が息づく、息吹が聞こえてくる。曹洞宗大本山永平寺。およそ800年前、鎌倉時代に道元禅師によって越前四位の将に開かれた禅の修行道場である。以来その禅の教えを学びに全国各地から僧が訪れ、厳しい修行に身を投じている。修行僧は雲水と呼ばれる。雲水とはどこからともなく雲が集まり、雲集した雲はまたどこへともなく去っていく様子。高雲流水、雲のごとく水のごとしに由来する。水が流れてやまないように、一切のこだわり執着を捨てた生き方だ。朝まだき川垂れ時、けたたましい鈴の音が鳴り響く。これは神霊といい、雲水たちの気象を告げる音。日常生活の動作、所作、すべてが厳格に決められていて、そのすべてが修行の一環。規律が取れ、凛とした佇まい、それはある種の様式美を感じさせる。道元禅師がここ越前を修行の地と定めており、およそ800年、その教え、生活、生き方、禅の精神が静かに連綿と今も福井といううちに息づいている。永平寺建立からほどなくして越前を治めたのは朝倉氏だった。福井県はかつて
越前国と若狭国に分かれ、それぞれが独自の歴史と文化を築いてきた。山々に囲まれ、日本海に面した地の利を生かし、要衝として栄え、多くの偉人を輩出している。今なお残る数多くの建造物は、その歴史を雄弁に語るのである。主葬を供養す、ゆえに天祖あり。道元禅師が説いた食事の思想。仏である修行僧に供養する食事は、食材の命を生かし、食する仏の命を生かす。三徳六味、調理の心がけが説かれるゆえんである。永平寺に伝わる精進料理は、調理の心がけであり、食する者の誓いである。中でもよく知られるのが永平寺のごま豆腐。雲水たちの貴重なタンパク源として、古くからその味が受け継がれてきた。濃厚なごまの風味に田楽味噌の甘辛さがよく合う。地元でも愛され続ける名産品となっている。山河に囲まれ、肥沃な土地は様々な食を育んできた。米もその一つである。福井で生まれた品種いちほまれは、程よい粘り気で甘みが強い。大粒で冷めても美味しいと評判である。夏から秋にかけて、福井の平野を埋め尽くす白い花、蕎麦の花である。福井のそばは香りが強く、味が濃い。福井では冷たいそばと大根おろしを一緒に食す、おろしそばが一般的な食べ方だ。冬の永平寺、すべての音は雪に染み入り、静寂が辺りを包み込む。その景観は厳かであり、純一無雑な美しさがある。福井の自然、それはこの土地が我々に与えてくれる恩恵だ。自然が作り出す壮麗さに人々は息をのみ、日々の辛苦から心が解き放たれるがごとき感動がある。
冬は福井にとって特別な恩恵を与えてくれる。冬の味覚の象徴、越前ガニ漁の解禁だ。皇室にも献上される越前ガニ、その味覚の虜になる人は数多い。越前ガニを求めて人々が足を運ぶのが関西の奥座敷とも呼ばれる阿波羅温泉。開湯から130年余りを数え、年間100万人が訪れる日本有数の温泉街。カビすぎず隠れ家的な奥ゆかしさを感じる温泉街であり、くつろぎとおもてなしを心ゆくまで堪能できる。福井には古くから土地に根付いた祭りが各地に数多く残っている。福井の人の熱い信仰心は多種多様な祭りに現れており、個性的で見どころにあふれている。祭り、そして伝統工芸は福井の誇りだ。福井の工芸品はどれも禅の精神に通じる質実な気風があり、素朴で実用的でありながら職人の技が冴え渡り、芸術的な美しさも兼ね備えている。まさに福井という土地柄を表すにふさわしい天衣無縫たる工芸品である。
心の豊かさが重要視される現代社会で、永平寺で説かれる禅の教え、そして福井という土地柄での妻やかな暮らしぶりが、日本のみならず世界で改めて見直されている。自然を、歴史を、食と伝統文化を五感で感じてみよう。耳を澄ませばそこに禅が息づく息吹が聞こえてくる。